こんにちは。荒川区の生態頭痛専門克美カイロ生態院院長の本谷克美です。よろしくお願いいたします。今日は、頭痛が、慢性的でもう悩んでいると、そういった方が非常に多いので、その辺について、説明したいと思います。これは、慢性の頭痛というのは私も経験しております。もう6年間ぐらい、苦しみましたけども、非常に辛かったですね。ほぼ毎日ですね。一番最初やっぱ朝起きて痛くて、朝からずっと痛くて、特に夕方ですか、ひどかったですね。もう薬毎日飲んで、大変辛い思いもしました。頭痛とあとめまいもあったんですけどね。頭痛とめまいと結構これセットでなる方もね、多いかと思いますけどもね。まず頭痛というのは薬では絶対解決できるものではありません。必ず頭痛になってしまった原因がありますのでね、その辺をやっぱ解き明かさないと、いつまでたっても頭痛から離れられないと、そういったことになりますのでね、ぜひ頭痛で悩んでいる方、一度当院に、お問い合わせください。お電話お待ちしております。